はいどうも、今回は特殊技のドライブラッシュ前胸キックを、持続重ねできる、コンボを紹介していきます。それはですね、これです。このルートです。今これ当て方によってこれ結構変わるんですけどね。これ今プラス40取れましたね。で普通に当てるとこのジャンプ中パンチ、強キック版の旋風脚で、無人旋風脚でプラス40、あ、プラス39取れます。なのでここで前強キックが持続感じていきます。こんな感じでこれ全く隙間がない連携になっていて持続当てになってます。でこれのいいところは、まあヒット時にコンボ狙いやすくなってるっていうのもあるんですが、これねやっぱり一番いいとこはガード時なんですが、ガード時にプラス3フレーム取れるんですね。これが非常にいいですね。プラス3フレームあれば、しゃがみジャッキックが、暴れつぶし、隙間2フレームの連携として成立するんで、これが隙間2フレームの連携として、ね、成立するんで、それが非常に強いですね。この前胸キックから、この中段タクのいろいろあるんですが、裏に回って中段とかもいろいろあるんですが、この正面でちゃんと、暴れを潰せるタイミングで、暴れを潰せる隙間で、下段指導のコンボを狙えるっていうのは非常に強いです。強いと思います。というわけで、これが前胸キックからの、前胸キックじゃない、コンボから、例えばね、コンボから、持続当て、前胸キックの持続当てを狙えるパターンでした。まあ、いろんなコンボが決められます。中パンチ当たるんでね、プラス7あれば、まあ、いろんなコンボが決められます。あともう一個なんですが、これは持続があってないんですが、こっからジャックの、間違った、ジャックのルテン、ジャックルテン当てるとプラス37取れるんですね。今6でしたけど、最速でジャックルテン、最速ジャックルテンの追撃でプラス37取れるんで、これも起き攻めいけます。あの前胸キック、そのエロスキーでもいきます。ただこれ持続加算になってないんで、そこまで強くないですね。持続加算の方がまあ強いですからね。あとはですね、このサイクシルケンがある状態でサイクシルケン当てると、これもプラス38になってるんで、これも持続当てできます。でプラス6フレーム持続当てというかぴったり重なりますね。これぴったり重なりますね。これは隙間0フレームで、まあ、これも、この狙っていきますね。この前特殊技の前胸キック、ラッシュ前胸キックの重ねを狙いやすいポイントですね。ただ爆弾がない状態で、サイクシルキンがない状態で当てると有利フレームが変わるのでできません。まあこういう時はない時は、まあプラス22フレームだと、間違った、これがちょうどいいんですね。なのでまあそれを覚えておくといいと思います。というわけで以上ですね。この後と、あと最中意見がある状態でこれを当てた後ですね、 SA1。 ちなみに画面端じゃないとダメですね。これは
あとはこれは持続加算じゃないですけど、これジャクルテンで追撃した後ですね。以上です。ご視聴ありがとうございました。